フリーダの記憶はまだ生きており、ヒストリアが望めば再会できる。そう言ってロッドはヒストリアに注射器を渡し、レイス家の巨人の力について語り始めた。三重の壁がレイス家の巨人の力で作られたものであること、その巨人が平和を願って人々の記憶を改ざんし、壁の世界の成り立ちを歴史から消し去ったこと、フリーダは消し去られた世界の記憶、この世界の成り立ちとその経緯のすべてを巨人の力とともに叔父のウーリから継承したこと、そしてその巨人の力は王家の血族でなければ進化を発揮できないこと、それを聞いたケニーは自分が巨人化してエレンを捕食しても無意味だと悟り、エレンに傷をつけるとヒストリアとエレンに巨人化して殺し合えというのだった。なんでよエレン、なんで巨人化しないの。俺と親父のせいでどれだけ人が死んだ。俺はいらなかったんだ。だからせめてお前の手で人類を救ってくれ。お父さん、どうして姉さんは人類を解放してあげなかったの。壁の世界を作った初代王は人類が巨人に支配される世界を望んだからだ。なぜかはわからない。世界の記憶を見た者にしか、我々が神と呼ぶ者自身にしか。祈っているよヒストリア、神は人類を導いてくれると。これはただの私の願望なんだがな。お前、胸張って生きろよ。ヒストリア！何が神だ！もう、これ以上私を殺してたまるか！早く俺を食ってくれ。もう辛いんだよ生きてたって。うるさいバカ、泣き虫黙れ。エレンをここから逃がす。そんで全部ぶっ壊してやる。父さん、ウーリ、フリーダ、待ってて、僕が行くわ。